Was it all in my head when you said you love me? Cause no one can love me better than you did. And I'm still not over it. Did you forget I put you before me? Memories haunting me knowing you gave it up instead. You did. Was it all just in my head? Konnichiwa. Konnichiwa.今日はちょっと遅めのスタートなんですけど、山口をちょこっと、山口の東部の方だね、ところでちょっと寄り道してきて、動画を撮ってないんですけど、写真を撮ってきました。写真はね、インスタグラムにまた後日アップします、はい、で今日はもう広島県です。はい、広島です。もうちょっとで広島入るところ、もうちょっとだね。うん、もう向かってるんですけど、今日行くのは宮島。宮島です。宮島行きまーす。で、宮島っていうのが日本三景の一つだね。もうこれで3つ目か、行くのが。そうだね。うん。他はどこだったっけ。宮城の松島。はい。と京都の天の橋立。おお。で、今日行く広島の宮島です。これが日本三景です。いやー、まさかね、自分が行くことになるとは思ってなかったね。え、3つ全部行けますよ、うん、ということで今日はもう1日宮島を散策します、ね、神社とかいろいろ食べ歩きとかあるからね、そんな感じで、はい、行きましょう。行きます。広島県です。なんか暑そうだね。暑いんだよね。首にタオル巻いて、面白。じゃあここからフェリー乗り場まで歩いてすぐみたいだから行こう。あっちやん。うん、もうすぐそこに電車も来るんだね。じゃ電車できてすぐフェリー乗れるってことか。いいね、アクセス抜群だ。じゃあフェリーに乗りますか。なんかこんなにすんなりフェリーね、なんかさ、スイカで乗れるの不思議じゃない。電車だよ。電車だよね。ありがとうございます。すごい、ここから乗るんだね。ね。車が乗るところだ。どうしよう、展望行くか。展望デッキ。到着しましたね。宮島到着。天気ね、暑い。暑いね。やっぱ人いるね。人気の観光地だ。歓迎宮島町町。町そして今何時ですか。12時半です。お、もうお腹ペコペコなんで、早速ご飯食べ行こうか先に。先に。その後散策しよう。ランチです。
めっちゃ美味しそう、うん、こっちがスペシャル蕎麦と肉、卵、エビ、イカ、イカ天も入ってます。具だくさんだ。こっちが牡蠣入り、牡蠣だね、めっちゃ入ってる、美味しそう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。お腹いっぱい。結構ボリューミーだったね。牡蠣最高でした。あ、牡蠣ね。本当はね、牡蠣小屋とか行ってみたいけど、まあ、冬だね、牡蠣は冬だ。じゃあ、お腹いっぱいなんで、ちょっと食べ歩きするにはまだ全然お腹空かないからね。散策です。歩こうぜ。神社とか行っちゃう。神社とか行っちゃう。行っちゃうか。鳥居ね、鳥居見に行こう。うん、行こう。めちゃめちゃ写真モードだね。すごい。鹿がちゃんと。鹿はね、ちょっとトラウマがあるんで。あ、そうね。トラウマが。そうね。着いた着いた。まだ完全に潮が引く前かな。おお、そうね。おお、すごい立派だね。あそこだんだん引いてきたんじゃない？あそこからこう引いてくるのかな。ああ、かな。そしたら渡れるもんね、あそこまで。うん。じゃあ神社行きましょうか。そうだね、厳島神社、うん、多分中は撮影難しそうなんだよね、うん、まあ神社だしね、うん、撮影せずにしっかりお参りしてきますか、ね、行ってきますか、うん、写真撮れそうだったら写真撮ってくる、うん、よし、じゃあ行きますか。行きますか。ここからだ、うん、そこで300円だから、うん、行きましょう。行ってきました。ちゃんと参拝してきました。なんかすっごいオレンジだったね。なんか神秘的だった。そうだね、なんか外国人も結構いて、本当人気なんだなって感じの、うん、ちょっと暑いからアイスでも食べ行く。どこなんだろう。さっきの最初、さっきのご飯食べた方かもしれない。まあプラプラと歩いてみますか。さあ皆さん、今ここに来ました。ここは伊勢神宮じゃねえや場所が違いますけど、ここは厳島神社前。めっちゃ日上がった ね。本当あの満潮の時は厳島神社も浮いてるように見えるぐらい中に水が入ってくみたいだから、だから高床みたいな感じなんだね。それ見たいわねえ。それを見るには夕方だった気がする。午前中か夜かかな。あ、じゃあ鳥を見に行こうか。そうだね、鳥居近くまで行ってみるか。さあ鳥居に到着。めっちゃでかいね。ちょっと水気をつけてね。水やばい。おお、やっぱでかい。
これが復元されたやつ。改修工事か、直されたのか。去年の10月ぐらいから完成したらしい、うん、ちょっと逆光ですけど迫力ある ね、 ねえ、でかいね。歩きでも行こうか。行こう、やっと行こう。やっと行こう。食べ歩き行きまーす。さすがにやばいやばい。コーヒーのスペシャルティーコーヒーソフト。これコーヒーかな、かかってるの。めっちゃいい匂いするよ。でこっちがマシュマレモンソーダ。めっちゃ美味しそう。いただきます。結構でかいね。はい、なめっちゃコーヒーで冷たいの最高だわ。いいね。食べる？食べる食べる。あ、コーヒーだ、ね、めっちゃコーヒーでね、美味しい、うん、うまっ。あ、いいね、甘すぎなくて、うん、うまい、うん、美味しい。よく混ぜてきて。あ、レモン入ってるの、すごい。美味しい？さっぱりするね。うわ、うまっ。最高ですよ。そして前髪どうなってるの？知らないわ。もう汗でやられてる、うん、いや最高だね。最高の組み合わせだね。エンドレスだ。エンドレス、うん、でかっ。宮島の大しゃもじ。しゃもじって読むのあれ。しゃもじ発祥の地なんだって、宮島。世界一の大しゃもじだってこれ。へえ。長さ 7.6 メートル、重さ 2.5 トンだって。めっちゃ重いじゃん。何をすくえる。飯とすくい取る。ことから幸運、福運、祥運を救い取る祈願しゃもじとしても縁起のいいものをされています。なるほどね、縁起のいいものなんだね。めっちゃ綺麗だもんね。めっちゃ綺麗。勉強になりました。勉強になりました。しゃもじはしゃもじです。なんかあの栄えてるところからちょっと入ったところにしゃもじがあった。ちらっと見えてね。ちょうどあの塔の、あ、本当だ、塔が見える。こっちは瀬戸内レモン。棒に書いてない？ん？ほら、こっちがこしあん。こっちが？これ瀬戸内レモン。瀬戸内レモン。すごいね、棒なんだね。揚げもみじまんじゅうの元祖。おー、揚げてあるね。いただきます。うん、どこ？うん、めっちゃサクサク。あ、美味しい、甘い。うん、サクサク、うま。レモンの価値だろ。ほんと？すごいレモンの味する。
5時のチャイム。おしゃれだね。神秘的なチャイムだね。宮島限定かな。ねえ、長いしたね。結構結構したね。昼から5時間ぐらい。5時間近いね、うん、結構歩いたと思う。歩いた、うん、いろいろ食べた。うん、じゃああとは船に乗ってまた戻ります。戻ります。帰ってきました。はい、帰ってきました。帰ってきました。いや、今日天気良かったから良かったね。良かったから良かったよ。上がったらちょっと大変かもね、宮島さん。そうだね。うん、あの砂浜多いから、結構ゲチョゲチョしそう。そうだよね。ああ、そうか、そうか。大変だし。そうだね。日本三景クリアしました。満足でございます。そしてあと広島はね、もう2カ所かな行きたいところがあるから、もう少し広島を楽しみます。もうあくび止まらないね。止まらない止まらない。ちょっと待って。ということで今日はこれで観光終わりです。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ太陽に照らされてる。バイバイ。Backing forth, I promise.